は11時32分になりました。日本放送の制作でお送りしていますアッコのいい加減に旋回、お待たせいたしました。フライは揚げ物じゃなく飛ぶなの忘年会&新年会でヒーローになれる洋楽歌うま講座、いよいよアッコさん開講のお時間でございます、はい、特別講師にお越しいただきました、ご存知 M フローバーバルさんです。はい、どうもよろしくお願いいたします。お願いします。いやー嬉しい。いやーありがとうございます、バーバルさん。はい、こちらこそありがとうございます。ここのところこの番組では毎週のようにバーバルさんのお名前が出てる。いやー本当に恐縮です。ありがとうございます。英語の先生として。いやーそんな、はい、英語を分かりやすくね、伝えてくれるというか、本当になんか楽なのよ。はい、はい、もうそんなもうかなりハードルが上がってるけど大丈夫です。すみません。実際なんかバーバルさんとアッコさんっていうと、はい、それこそ紅白歌合戦でね、はい、もうコラボレーションしてヘイで、はいはい、10年前、10年前アッコさんが白組で出たんですよね。あの時はね、そうですね。いやもう忘れもしません。本当にありがとうございました。いやいや、とんでもございません。あのね、白組で出て全然違和感なかったからなかなかいないよ、赤白両方出てるのは。いないと思いますよ。いないよ、はい、本当に。でも私なんかなんかこんな丸い球体の中入れられてさ、はい、でしたね。バーバルは乗っちゃってるからもうステージの両端行っちゃうわさ、私は上がりまくってるわさ真っ暗なの球体の中、はい、おいおいとかって言ってるの誰もマネージャーもいなくて緊張してたらステージもう真ん中で、はい、バーバルやおやおとかなんか言って始まっちゃってる声だけ球体の中孤独に聞こえてるわけですね。そう、でも上がってるアッコさんっていうのバーバルさんやっぱ見てて分かります。分かるよね。でなんか実は音楽を、に向き合う際はすごく緊張されるってことをいつもおっしゃってまして、そう、はい、いやそれが意外で、やっぱテレビのアッコさんは、はい、存じ上げてますので、かかって今回じゃないですか。そうですよね。テレビのね、全然バラエティも明日のアッコにお任せも全然緊張、それが逆に僕も逆にそれがびっくりです、はい、だからお任せのスタッフはちょっと緊張してくださいよ歌はダメだね。そのアッコさんとの紅白の共演から時は10年空いて、すごいでしょ。すごいですね。これまた10年越しの共演ですからね。これがね、不思議なことにこの和田ソウルのね、そのアルバム、いろんなこうなんかメッツが揃ってるんですよ。メッツってか素敵なね、あのジャマン・ルイスが私のために作ってくれるんですから、これなんかちょっとびっくりしますよ。すごいね、私のためにですよ。それでこのザ・ミュージックもいつもかけてるけど、ザ・ミュージックっていうスタッフがこれまずレコード会社の垣根を越えて違うレベルから出してるからね。まずスタートがそこなんですよね。ユニバーサルレコードじゃないもん私、はい、所属、はい、うん、それでバーバルの去年出していただいた音祭りっていうのを出していただいて、その時の私の歌を聴いて私でソウルミュージックを作りたいってスタッフが思ったらしい、はい、じゃあやりましょうよと。そう、それでザ・ミュージックっていう曲を歌って私が全パート歌ったんですよ、はい、したらプロデューサー2人がこれラップとか入るとかっこいいんですよねとかとか、あそうラップ入れたいの、ラップあるといいっすよね、あラップだったらバーバルなんかいいんじゃない、いやバーバルさんだったら最高ですね、あそう電話するわえとかって言ってんのよ。で電話かけて、もしもしバーバル、ああのさ今和田ソウルっていうアルバム作っててバーバルのラップがいいって言ってんだけど、バーバル今どこにいんの、香港です、今からすぐ帰りますちょっと本当よ、これ実はまだ言っちゃなんですけど、うん、あなたは悪い前例を作りましたあのね、国内にいない人が帰ってくるとなるとアッコさんの周辺はもうバーバロさんが基準になるんですよ。いやいやいや、それはもうすっ飛んでいくしかないなと思いますけどね。いやいや本当にそれで実現したんですよ。香港でお仕事されてたんです。その時にその時はDJ の、うん、ちょっとお仕事がありまして、ちょっと行ってました、はい、今日もなんか DJ の仕事、バーバロさんだってこの後北陸金沢での DJ イベントスペシャルメニュー、ありがとうございます、はい、そうなんです、はい、しかしそのスケジュールの合間を抜いて、いやいやそうです、いやー嬉しいですね。もちろん、もちろん。でもアッコさんから電話がかかってきた時には、はい、香港で最初どう思いました？いやもちろんお電話いただいて、お電話ちょっと取らせていただいて、ちょっと楽しいご様子だったんですけど、ちょっとバーバル今誰といると思う？どなたですか？そうだ。今ねマットデイモンといるのよって、マットデイモンですかみたいな。そう、間違ったの。マットデイモンって言ったらボーンアイデンティティなどでおなじみの、アイデンティティボーンスプレマシーの、うん、マットハリウッドの、すごくないみたいなお話をいただいて、すごいだろそれ、
だったけど、そしたらマットキャブって人があったところでしょ。マットキャブさん、隣でそのマットキャブさんが、あ、デーモンでありました、キャブですか、あ、ごめん、タクシー会社みたいなもんね、こらこら、キャブまあ、でもそのアッコさんのこうマットデーモンと言っちゃう感じの間違いも含めてのこの高揚感が伝わってくるんですよね。全てが、全てがこの、そうです、最高で、はい、大変なのよ、私は本当に、で、これもう、もうほどなくしてレコーディングになるわけですか。その後は私は先にもう入れてましたからね。はい、普通そこすごいのは、うん、じゃあラップ部分だけ取りましたありがとうございますって終わるんじゃなくて、うん、そのワダソウル全体の中でアコさんが例えば英語を歌ったりライブで英語を歌うと、うん、そういう時に、うん、まあバーバルさんにちょっと英語教えてよっていう流れがこうできてるわけですね、うん、その流れになったわけですね。そうです、あのもう詰まった時にね、はい、どうしていいかも分かんないんで何曲もあって、はい、で例えばその TH とかねプッカっていうのはいいけど今回は L と R ですごい嫌になっちゃって、あの前あのパックンマックンのパックンに教えてもらったりとか、でうち の, あのバンマスも一応あのバークリー出てて向こうに住んでたから英語喋れるんですよ。でコーラスさんも英語喋れるの。で日本人のまあまあバーバルに言うのも変だけど、日本人の喋り方と向こう住んでる人の喋り方と、でパックンはまあ教科書英語みたいな。ああまあね、パックンの場合だってミュージシャンではなくて普通にそうなのアメリカの方だ。そうするとバーバルは音にメロディーに乗っけて教えてくれるから入りやすいのよ。でものすごい丁寧なんです。バーバルさんがなぜこんなにあの英語が堪能かというとちょっと経歴ご紹介しますと、はい、小学5年生の夏休みに親御さんにアメリカボストンに連れてってもらって、うん、小中学生が参加するあの YMCA という有名なサマーキャンプに参加をする、はいはいはい、その時にバーバルさんと同い年ぐらいの子供たちがすでにもうランディ MC の曲でブレイクダンスを踊っていたと。そうなの。そうだったんです。びっくりしました。ギャップがすごいわけですね。やっぱりあの小学校5年生で日本で育つっていうとなんかその何ですか、なんとかレンジャーのズック履いてみたいな、もうアニメ見るの見てなんかそういう時代じゃないですか。妖怪ウォッチとかね、妖怪ウォッチとかそういう感じのがみんなもうかっこいい、もう金のネックレスしてブレイクダンスしてる子たちばっかり。びっくりしました。混ぜてましたね。あ、でそれをきっかけにものすごくこのもう英語で詩を書いてラップをしてっていうのをその頃から始めているので、キャリアもはあすごいんですよね。その時はもう英語喋れて、その時は英語を喋り始めてまして、うん、いきなりちょっとそういう場所にパーンともちょっとあの入れられましたので、はい、なかなかその英語喋れる人しかいなかったんです。あ、なるほど、はい、環境が英語喋れて当たり前の中にいたんですね。そうなんです、はいはい、そういうことはいいね。素晴らしいですね。で、まあ、で実は大学はあの大学院に進学を学んで、はい、あの最初はだからミュージシャンという感じでもなかったんですか。そうですね、大学の時は全然違う。神学ってことはどういうことですか。神様の学問と書いて。そうですね、あのちょっと宗教学を大学院の時に勉強してまして、うん、でさらにはあの大学の時はあの経済学部と哲学部両方あの専攻して入ってましたので、もうごちゃごちゃだった。そんな人がラップやんか。もう高校の頃からラップやってプロの誘いはあったんだけれど、うん、そういうとこ学びながら一回あのバーバル の, その去年音祭り出してもらった時、みんなでエンジン組んで、はい、なんとかかんとか今日も皆さん感謝しましょうって言った後にエメンっていうのがかっこいい。うちらは今日もお客様にみんな私たちは手重ね合ってさ、行くぞ、まあ、あの頃はハッっていうのが私たちは、そうじゃないバーバラエンジンでなんとかかんとかかんとかかんとかエメンかっこいい、うん、そうなんですね。アーメンじゃないんだ。2目のエメンみたいな。いやでもそうなんですよ。で、うん、そんなバーバルさんにつまりまず最初に伺いたいのは、はい、まあ、アッコさんご本人を目の前にして、はい、なかなか言いにくいと思いますが、はい、ズバリ、うん、和田アキ子さんの英語力はいかがですか。ズバリズバリズバリですか。はい、ズバリってください。本当にズバリ。実は、はい、僕最近もこの10年間の間実はギャップなくちょっとちょこ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 お声がけいただいて、はい、あのそういう英語のあのこういう風に言った方がいいですよっていうようなちょっとあのお時間いただいてるレッスンといいますか、はい、いただいてるんですけど、最近いただいてるお時間をですね、はい、毎回英語力のアップのその進化のスピードがすごすぎて、本当ですか。もう逆にいやバーバルこっちの方が言いやすいと思うんだけど、あそうですねみたいな逆に言われるようになってきました。うちのマネージャーも来ましたよ、失敗して、それは教え方がいいんじゃないですか、そうと思う。アッコさん、あのもしかしてご自分でちょっとどこまであのご存知か分かんないですけど、